楽器を交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ。奇跡的にこんなことが起きてた。これですよね。そうそうそう。あれやばかった。なんですか、ね、リホもリホで歌ってるし、なんかそう、そしたらその後ろでなんか踊ってる人いるし丸が揺れてんの嬉しいって言うから、すごい耐えられないって思って、あれ普通にリホ、あの回めっちゃ好きで、もうこれもあるときリホが画面共有したじゃないですか、クラークの回の時に。はいはいはい。ただこう見えてますかって言ったら、あ見えますよって2回ぐらい、あ見えてますって言ってたね。でリホ別の話したのに、すごい見えてますみたいな感じで後ろ叫んでて、いやさっき2回言ってたやん、見えてるすごい見えてるって、しかも何みたいなだから、うん、分かったからってコメント入れてきましたちょっと見えますね、面白すぎる。でもなんか編集しながら、もうあまりに面白すぎて、その面白いところだけカットしてツイッターに上げて、戻ってきてまた作業するっていうぐらい、もう一人じゃ耐えられ、この面白さを誰かに共有させないとって思って。やばすぎ。ちょっと見ます、楽しみ。しかもリホが歌い出す前から一人でずっと揺れてて、でリホは見てなくって、でそれでリホがなんか今更みたいな感じで歌ってたら、それがコラボになっちゃっててあれマジ面白いけど、もう一人でずっと無理もうこれ以上無理。これをちょっとさらってきました。おー、本当にちょっとなんですけど、あの音間違いもないかちょっと聞いていただきたい。あ、よかったら、じゃあ今日はそこから始めましょうかね。え、嬉しい、やります。はい、ということで16日目始まるよ。ホルンペット16日目折り返した。折り返しイエーイということで16日目、レッスンを始めていきましょう。昨日の、レッスンの中でクラシックの曲を吹きたいというご要望があったので譜面を送らせていただきました。練習はどうでしたか？楽しいんですけど、やっぱインベーがそのまだ読み慣れなくって、すごく譜面にめちゃくちゃ時間がかかってしまって、そうですよね、なんかたったの何小節、8小節ぐらいしかまだ吹けてないんですけど、完璧っていうか、なんか吹けるようになりたいです。はい、頑張ります。曲が、アーバンの2巻に収録されているチラリアンソング、チロルの歌、また演奏いただけたら嬉しいです。8分の9。まずとりあえずじゃあ聞きます。あの本当にまだ吹けてないんです。すごい全然大丈夫です。バサバサな音でも大丈夫です。全然大丈夫です。感じだと思います。トリル上手ですね。トリルってあのこれで合ってますか？あ、それで大丈夫です。替え指。じゃーらららそのラの替え指が3番なので、リホもこれで取ってます。ここのトリルは。はい。これが多分一番楽かな。ここね、そらそらって難しいところ。今聞いた感じ、全然すごく綺麗に吹けてるなと思ったので、まあ多分おそらく今自分で吹いててダメだって思うところ、多分自分の中でもあって、おそらく練習をしていくうちに自分で全然改善していける程度なんじゃないかなと感じました。上の音も綺麗にチューニングベイとか当たっていたんですけど、やっぱりその息のスピードが上がりきれなくって、そこのツボには入っていったんだけど、ちょっとこうチューブラリーになってしまうってことが多々あったので、必ずその全部の音を上から下に見下ろすイメージ、例えばそのトリルの後とかこういう音程になっちゃうのを、もうしっかり上からラーニーと
しじらみそうだし、なんかここにすごく、まあ、ドラマがこの6度の跳躍ってすごくロマンティックなので、この跳躍で泣いちゃうみたいな。しかもこの後、はい、あのこの暗い曲がね、あの甘いメロディー、メジャーのメロディーに変わっていくところもすごくドラマティックなところなので、ここのやっぱなみとがなんかこう間抜けになっちゃうと、ちょっとなんか学校の試験みたいな、ちょっと学生さんみ、はいはいはい、ま、学生さんをバカにしたわけじゃ全然ないですけど、まだなんかそこに対してのアプローチが足りないような感じが見えてしまうので、やっぱりそこはその、まあ、多分ホルンでやってるから大丈夫だと思うんですけど、ホルンで吹く時のイメージでこの音に対してアプローチをしてあげる、音楽的なアプローチをしてあげるってことができると、ピッチ云々とかスピード云々考えなくても、音楽ってすごくって、その音楽的なことを考えてそれをやろうと思うと自然にそのスピード感になったりとか、お腹もぐんと上がって吹きやすくなることってあると思うので、そのすごく入り込んであげると息の流れコントロールしやすくなってくると思うので、曲の練習するときは指をまず完璧にやるっていうところを意識するのと、まずは一回音楽的なものを全部排除してピッチだったりとか、あとはツボをしっかり捉える、スラーとか、タンギングなのかってとことかをしっかりと捉えてあげて、そこにさらに音楽的要素を加えてあげて、まあ、ビブラートであったりとか音量の変化をつけた、抑揚をつけてあげるとかなり聴いていてすごくこうドラマティックに聞こえるかなと思います。もう一回もしよかったら、最初の4小節だけ吹いていただいてもいいですか？ビブラートのかけ方がわからないんですけど、とりあえずかけずに吹いても大丈夫です。ちなみにビブラート、ホルンはどうやってかけるんですか？ホルンはほぼかけることがなくって、今までビブラートを意識して練習をしたことがなかったので。なるほど。じゃあここでその話題が出てきたので、ビブラートの話ちょっとお話ししようかなと思うんですけど、私がビブラートを教える時のビブラートかけられないっていう人向けに教えている練習法なんですけど、まず、ビブラートっていうのがほとんどの曲で伸ばしてる音でやっていくと思うんですけど、最初からビブラートかけちゃうと、もうこういう風になっちゃうので、大体の時は伸ばしてから伸ばす、大きく息が入る、揺れていく、消えていくみたいな感じでかけることがリホの場合好きな、ビブラートのかけ方として、あるので、まずそれを教えていこうと思います。それをやるためにまずやりたいのは、息を一瞬だけ増やしたいですよ。極端にやらなくていいです。ビブラートの中での変化が出ればいいだけなので、ちょっと一回やってみましょう。難しかったらその音でもいいです。そうそうそう、これが最初に来る大きな波のところに使うテクニックです。その後揺らしていくのは舌です。そこをやります。この舌を息の流れを揺らしてあげる。そのビブラートって音程が一時的に上がっている状態なので、リップスラーの時に上に上げる時に下上げたし、下がる時に下げたと思うんですよ。なのでちょっと上げてあげると音程が一時的に下の動きによって上がってくれるので、ふーという揺れを作ることができます。一回やってみましょう。小さな揺れを何個も作ってみましょう。そう、できる限り細かく出してあげる。今ちょっと大きめなので、そのビブラートの自分の中のイメージでいいので、小刻みに動かしてあげる。今パスパスする理由としては、見た目として下の付け根を動かしたと同時にこの辺がかなり揺れちゃってるんですよ。はい、唇自体で掘るみたいにギュッてこう固定してるわけじゃないので、その息自体の流れがこっちに逃げてこないように、しっかりそのメイン音をスターって伸ばしてる状態と同じで、ほんの少しだけはーはー、下の付け根がちょっとだけふにゃふにゃ、ほんの多分2ミリ3ミリぐらいのぐらい、本当にちょこっとだけ動かしたい。まっすぐ伸ばしてから途中で入れていきましょう。結構としてはそれに近いです。今まずちょっと不慣れだから難しいと思うんですけど、これを合体させると、伸ばす、大きく息を入れる、下で揺らす、
そうやることはそれです。ただ今舌が動かそうと思うと大きく動いてしまうのと、息の量が同時に増えすぎちゃうっていうところがあるので、あとそこに気を取られてお腹が緩んじゃって唇も開いてみたいな、いろんなことが一気に起こってしまっているので、今までやったことを踏まえてそこにプラスアルファ舌の付け根を少し動かしてあげるっていうところで、あともうビブラートに関してはセンスなので、歌ってる時にどんなビブラート自分かけるかな、歌手の人はどんなビブラートかけてるのかな、どんなビブラートは自分が好きなのかなっていうのを踏まえて自分なりのビブラートを今の、まあいろんな人がいるんですよ。こうやって揺らす人とかもいるし、こうやって揺らす人もいるし、なんかいろんなのがあるんですけど、今のやつが一番リホはセンシティブな感じのビブラートかけられるのが好きなので、ぜひあの今のやつ練習してみてください。はい、まあ、特にこのソの伸ばしとかがまあソの伸ばしだったりとかミーレこういう感じのビブラートかけていけると、すごくこう、なんていうの、この曲少し寒いじゃないですか、はい、世界観が、もう。もう、いてつく寒さが心を、なんかこう、ギュッとするような、もう本当にこの曲が始まった瞬間にみんな、寒い、みたいな感じになるのがやっぱ理想的なところなので、はい、やっぱイメージ、その音楽的なことは音楽的でイメージ専攻でやっていきたいので、でなぜ私たちが今までこんだけそのトランペットをどうやって吹くかってやってるかっていうと、イメージ専攻になった時にいろんなものが崩れないようにするためのベーシックを作っている感じなので、音楽を実際にやろうって思った時はとにかくもうイメージ、自分の中に絵が見えていて、何色なのか、誰がいるのか、誰が話しているのかっていうのをイメージするための今までの練習だというふうに思っていただいて、あの音楽的なとこをやっていけるといいかなと思います。フィギュアアートに関しては今無理にやることはないので、この4小節を吹いてみましょう。しっかりその閉じていくのとかすごく綺麗に出てできています。そこはケモリさんのトランペット演奏のいいところで、結構あの強弱もついてるように感じるので、そこもいいところだと思います。で、しいて言うならやっぱその跳躍の後に何か事故が起きやすい。今音はもちろんね綺麗に出て、あの失敗したわけじゃないんだけど、全体的に口唇が開いちゃうというか、こういう傾向が若干あって、ちょっとこう、なんかこう暗いというか、はい、中身がないというか、音の中に、はい、やっぱ唇しっかりそのこの前の音色強化の時に閉じていく感じをこういうところでしっかり使っていけると、はーいはーいって感じで、そばしればみ、この感じが作っていけると思うので、もうこのそばしればみでも、はい、スタンディングオベーションみたいな感じで行きたいので、はい、ここの音色はやっぱりすごくしっかり作っていきたいところなので、あの無理していっぱい譜読みしなくて大丈夫なので、はい、今日さらってきたところまででいいので、しっかりと今その自分の音録音のやつ聞いていただいて、こういう風になってたんだなっていうのを見返していただいて、リホが吹いたのをちょっと参考にしてもらいつつ、音色をしっかり硬い音、しっかり引き締まった音にしていく。で、大体3音目、この、大体2音、その後半の2音目から3音目にかけて、この曲で言うと、8、9の音が、大体なんか音色的に事故ってるので、はい、特にその小節の変わり目意識してあげて練習してあげるのと、下の音は歌いに行きたいんですけど、っていう風に下に下ろしちゃうと音色が暗くなるので、イメージはっ
していきたいので、常にやっぱり、はい、この曲に関しては1オクターブ上の自分がもうそれこそ倍音できる、ずっとくっついてきてるような気持ちで演奏できると、下の音がうわーってならないで、上からこう宙吊りになってるようなイメージで演奏できると思うので、音楽的なところの部分、そして技術的なところの部分、まあ分けつつ両方練習してもらえるといいかなと思います。今日はねビブラートの説明もしたので、だいたいこのぐらいで今日はレッスンを終わりにしようかなって思うので、でもすごく本当に運指もちゃんとできているし、トリルもすごく綺麗に入っていたし、すごくいいところがたくさんあるので、やっぱいいところを聞かせるためには悪いところを目立たなくしていくようにすると、やっぱりその自分のモチベーションも上がると思うので、せっかくいい音が出てもその後変な音出る、なんかミスっちゃったみたいな、変な音が出ちゃったってテンション下がってきちゃうので、とにかく自分が安心して吹ける状況を作っていくためにも、いろんなこうなんかしばらく荒探しみたいになっちゃうんですけど、そういうところをこうちょっとずつこう修復しながらやっていきましょう。はい、お疲れ様です。頑張ります。ありがとうございました。めちゃくちゃいい感じだと思います。楽しいいい曲ですよね、この曲。めっちゃ楽しいです。曲が楽しい。もうなんか、バレリーナみたいな気持ちになっちゃうんですよね。わかる、わかります。楽器を交換30日間目指すラブ。この曲好きだと思いました。好きです。わかられている。